どうも、博士にゃん TV です。今回はですね、こちら、鬼滅の刃と銀太郎の特別限定コラボカード、合計6パック開封してみたいと思います。いやですね、やっぱり妖怪ウォッチも好きなんですけど、鬼滅の刃めちゃくちゃ面白いぞと。漫画もめっちゃ面白いし、アニメも映像すごいし、声優さん豪華やし、で、映画もやばかった。なんですよね。で、こちらなんですけど、鬼滅の刃と銀だこのコラボレーションが、9月8日から12月7日までやってるわけなんですよね。で、第1弾が実は、炭治郎と銀だこのコラボ9月8日からで、これも終わってるんですね。で、今回紹介するのはこちらの第2弾、ねずこちゃんとのコラボレーションですよね。これねずこちゃんバージョンの銀だこ、パッケージが、ねずこちゃんになってんだよね。めちゃ可愛い。ねずこのご褒美、チーズ明太子。で、第3弾が11月2日からっていうことなんですけど、こちらは煉獄さんのパッケージ。映画で大活躍の煉獄さんですよね。で、こちら買いますとですね、限定のカードが付属でありますと。これさ、ルイくんとかもおるし、富岡さんとかもおるんだよね。めっちゃいいよね。で、第2弾がですね、全4種類なんですけど、猪之助とかもおるんだけど、こちらですよ。わかりますかね。ねずこちゃんがおるんだよね。これは抜血してるわ。血気術の抜血。これは蜘蛛戦で、ねずこちゃんがさ、自分の血を燃やしたやつ、爆発させたやつだよね。そしてここには、無惨様とかもおるんだけど。で、ここには善逸。これ蜘蛛戦のやつかな。霹靂一閃6連やから。ババ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 ってこう雷の速さで切っていくやつね。これどれも欲しいんだけど、やっぱ狙うはねずこちゃんかな。これムザン様のやつもめっちゃ欲しいんやけど、この女の人の擬態になってんだよね。しゃーん、じゃあ6パックいきましょうか。まずはこちらからめちゃくちゃ銀だよね。ピカピカ反射するでって感じなんだけど。6パックあるから全4種ぐらいコンプいけんちゃうかなと思ってんだけどね。いってみよう。これめちゃくちゃ良かったら、第3弾も、銀だこコラボ第3弾もちょっとカード開封したいな思ってんだけど、最初の1パック目が、こちら。はい、こちら、善逸のカード。横長なんだね。これどういう、あ、銀だこの、これたこ焼きなんやね。4つ。レア度がこれ4ってことなんかな。いや、どういうことなんだろう。これ、レベルなんかな。強さなんかもしれんな。無惨様さ、よく見たらこれ見えますかね。たこ焼きの数がもう無限になってんだけど、無惨様強すぎるからな。で、いつあれだよね、眠った時に力を本領発揮するからさ、これ目が真っ白だよね。必殺技使う時ってこんな目真っ白になってんだね、やっぱ。しかも1の方しかできないっていうね、特殊だよね。でも1個のことにこだわってるスペシャリストっていうのはいいよな、ありだよな。ちなみにカードの裏面はどんな感じですか。これは構えやね。雷の呼吸、一の方の構え入ってますやん。なんか、銀だこと鬼滅の刃コラボ。なんかいろんなコラボしてるよね、鬼滅の刃。やっぱ映画も公開されるからっていうことなんかな。すごいやん、ええやん。2パック目、いきましょい。ねずこちゃん、無惨様、猪之助ね、あとね。コンプリートなるか、2パック目、じゃじゃん。はい、来ました、ねずこちゃん、バッ。ケツ。これ、向きが、こうなんだよね。ルイ君によって、この雲の糸で縛られてて、逆さまになってんだよね。これで、炭治郎チンを助けるために、こう、血気術、抜血してんだよね。これで、炭治郎チンは、切ることができるんだけど、ルイ君の首を切ることができるんだけどね。実はルイ君、自分で首切ってたっていう話だけど。いいね、ねずこちゃんめっちゃ可愛いやん。もうちょいアップで見てみる。すごいよね。抜血するとき、血管浮き出まくってんだよね。で、加えてるっていうね。滝を加えてるね。ねずこちゃん。で、ねずこちゃんのたこ焼きの数が1なんだよね。強さが1ってことなの。で、裏面見てやめると、こちら。わ、めっちゃ可愛い。こっち向きか。これは、お母さんだよね。死んだお母さんがねずこちゃんに、炭治郎ちゃんも死んじゃうよ。助けてあげてって言うてるシーンだよね。名シーン。最高やな、これ。アニメのワンシーンがこう、プリントされてるって感じですよね。ええな。コンプリートまで、残り2種。あと、猪之助と無惨様が出たら、コンプリートね。来るか、どっかにゃん。一番人気が一応さ、善逸とかになってるけど、実際どうなんだろうね。いや、ねずこちゃんも人気だしな。炭治郎。わい的には、炭治郎とかめっちゃ好きだしな。行きましょう。3パック目。スパボン。無惨様。これ、女の人の姿になってんだよね。これ、たこ焼きの数が半端ないよ。ダダ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 ダ。しかもさ、逆らったら殺されてしまうよね。お前は私が言うことを否定するのか。否定すると殺されてしまうし、何言っても殺されてしまうし、みたいな。結局、エムだけ生き残ったわけだよね。鬼。これ、さっきのやつは、雷とか、
で、このねずこちゃんはねずこのねっていう感じですよね。そして鬼仏寺無惨様は鬼、やっぱ鬼族の棟梁みたいな感じだからね。裏面気になるね。どんなイラストだろう。やっぱり味方を殺してるようなシーンなのか、やばいシーンはさすがにないのかな。はーい、ちょっと引きの感じですよね。鋭い目つき、中身は無惨様。ラスト3パック、あと猪之助が出たらコンプリートですよね。アニメの2期ってどうなんだろう。春頃とかにまた放送あるのかな。どうなんでしょうね。映画がやばかったもんな。このままの人気でアニメとか絶対2期とかありそうだよね。いきまっしょい。これで合計4パック目です。せーの、ドドン。はい、猪之助コンプリー。これもさ、フレーム部分っていう縁部分が光ってていいね。なんか豪華な感じ、ラグジュアリーっていうかゴージャス。獣の呼吸やから、ここ獣って書かれてます。ほんでたこ焼きが2個なんだよね。ナンバー2っていうこと、レア度とか強さっていうよりもナンバー2とかそういうことかもしれないよね。ちょとつマシン。なんかアニメだとめっちゃ声低いよね。実際漫画とか見てたらもうちょい高いんかなとか思ってたけど、これがイノシシの頭かぶってんだよね。でしかもさ、泣くと、めちゃくちゃ泣くとこっから涙溢れるみたいなねえ、映画のシーンやばかったよね。裏面見てみよう。猪之助のイラスト、こちら。もうこれは獣の呼吸だよね。1の方か何の方か知らんけど、切ろうとしてるよね。二刀流ないよね。しかも刀がギザギザっていう、肉を剥ぐみたいな感じね。ラストにパック。あとは何が出るかだよね。行きましょい。5パック目。ねずこちゃん2枚目。ねずこの呼吸みたいなのはないけど。ねずこちゃんは何の呼吸もないよな。そのうち、もうちょいあれかな。てか漫画今9巻しか読んでないから、今後のことまだ分かってないんだけど、今後もっと強くなりそうだよな。で、裏面さっきも見たけど、これのシーンね。ラスト行きましょう。ラストの限定コラボカード6パック目ね。果たして何が出るのか。ラスト6パック目が、こちら。ボン。善逸雷の呼吸1の方。霹靂一閃6連ポッ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 ポってことで、善逸とねずこちゃんが2個ずつって感じ。よく見たらさ、このカードのフレーム部分、善逸だったらこれ羽織の三角のマークになってんだね。この黄色の三角、ねずこちゃんもこれピンクっていうか赤色にねずこちゃんのこの着物のマークになってるってことか。ははー。で、猪之助の模様はギザギザなんだね。これは歯を表してるかもしれない。刀の歯を表してるかもしれない。で、鬼仏寺無惨様は、これも浴衣の模様が入ってるのかな。そういうことか。なるほどね。はーい。ということで、いかがだったでしょうか。なんとかね、全4週コンプリートできましたわ。第3弾もな、ちょっと気になるよな。はーい。ということで、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。